トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。7月2日土曜日の朝です。今日のハトさんはやる気あるのかないのか、なんかボケっとしてますね。今出社口開けました。なんとなくこう勢いがないですね。暑いからかな。飛び始めたハトたちです。今日はなんか出方があんまり良くないですね。出てきて飛び上がった鳥もいますけども、飛ばずに厩舎の屋根の上に行ってる鳥の方が多いような気がします。飛び始めた鳩たちです。今日の天気は晴れ、風は北風1メートルから2メートルぐらいの風が吹いてます。今日も暑いですね。今日も大変な暑さの日になりそうです。鳩が飛んでいましたら、カラスがこうカー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 鳴いてますんで、それを撮影しました。カラスですね、西の方からどんどんこう鳩の方をめがけてやってきます。お、鳩狙ってんのかなと思ったらば、その先にオオタカがいました。カラスはオオタカめがけて寄ってきてくれました。今日も助けてくれたカラスです。2羽で追っかけてますよね、オオタカね。あ、3羽になった。はい、どんどんこう追いかけて小金公園の方へ向かって、タカは逃げていきました。ただいまの時間は5時40分になるところです。今日は社外直後、オオタカが現れて少しだけハトがこう見えなくなりました。10分間ぐらいですね。今は戻ってきて厩舎の周りまた旋回を始めてます。今日は全部が飛び上がる前にオオタカが来たもので、15羽ぐらい厩舎の中に戻ってきました。この鳩は厩舎の中から特に追わずに、出社口を閉めて厩舎の中に留めてます。3番子たちが多いですね。今日もカラスが猛禽を追い払ってくれて助かりました。気まぐれなカラスたちなので、いつもいつもこのように猛禽を追い払ってくるとは限りません。しかしここを2回連続猛禽が来てそれを追い払ってくれたので、頼もしい限りのカラスです。本当にうちの近所のカラスは今のところお利口さんです。厩舎内の朝対策でサッシを全開にしました。これは東側のサッシなんですけども、全開にして、そのままだと外を飛んでいる鳥が厩舎の中の鳩の様子を見れちゃいますんで、すだれをかけて日よけをしてます。これは北側ですね。ここもサッシを全開にしてすだれをかけて、少しでも空気の流れを良くしようと思ってます。暑さ対策不足の時は換気扇ですね。そこまでしたくないですけど、そこまでやる必要がある夏になりそうです。今日は種鳩の分離を行いました。今日は猛禽が出ましたので、鳩をよく見ていたかったんですけど、まず種鳩を分離しないといけないなということで今日分離しました。厩舎の中が狭いので、分離するためには選手鳩厩舎の置いてあるものを動かしたり、隅っこのホコリを取り払ったり、移動する巣箱の掃除をしたりで、結構朝から重労働、厩舎内掃除を行ってます。まだ巣箱の中の掃除とか、厩舎の中でも種鳩厩舎の中でも隅っこの方掃除が終わってはいないんですけども、とりあえず分離させるということを第一条件として作業を終わりました。これでこれから巣立つ鳥は3番子あと5羽ですね。今日厩舎の中に6羽ほど入れましたので、あと残りは5羽、今展望台にいる3羽とケージの中にいる2羽、この5羽で今年の作出は完了になります。もうあと少しですね。種鳩の分離ができたのでちょっとほっとしました。この後のスケジュールはパラミクソと給湯の予防接種、暑い日が続いてますんで、できれば午前中
曇りか小雨なんていう予報の日にやりたいなと思ってます。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。失礼します。